今日はですね、持ち込み企画、まあこれ前にも話してますけども、ハゲ、初期の頃にあの古事記にハゲいないです。もう2年前ぐらいですね。あの時はまだ中身を話してないんですよ。もう遺伝ですよと、シャンプーで抗っても意味ないですよっていう話だったんだけど、そのメカニズムをうちのジムのパーソナル中にホワイトボードで書くと、みんななるほどと好感触だったので、まあ、今日は YouTube でもいいですね、ちょっと話してみよう。聞かしてよ、そういうの。ここで言うハゲっていうのは 95%、 9割5分以上は AGA と言われるものなんです。アルシンド型と、特殊はこの MG、 ツルベ型、ね、こう乾燥とかやけどとか、あとストレス性のものとかはまたちょっと別で、 P も別です。そう、5%の方ね。あと女性も別です、はい、女性のやつもあるけどね、はいはいはい、ただほとんどの人は当てはまるんで、基本的にその AGA っていうのは、まあ、因子なんで、脱毛ホルモンっていうのも遺伝です。ハゲは男ですよね。男、うん、で染色体って X と Y なんですよ、人間って、うん、でこれはどっからもらってるかというと、お父さんお母さんですよね、当然、うん、X がお母さん、はい、Y がお父さん。男って XY なんで、お父さんも XY です。ってことはこの X は絶対お母さんですよね、うん、でこの Y はお父さん、うん、でここで重要になってくるのが、結構皆さん勘違いしてるんですけど、親父ハゲてるからとか言うんですよ、みんな。でも、この AGA の脱毛ホルモンっていうのは、X にしか入ってないんです。女系の方にしか入ってないってことね。そうです。うん、だから、もう結論から言うと、母方のお父さんが田舎。で、お母さんは当然 XX なんで、確実にお父さんの X をもらってるわけじゃん。一、うん、個ずつだから。うんうん、これ、うん。これが、ここに、もし、この X、この子がもらう X が、これが、どっちか2分の1だけど、うんうんうん、入ってたとしたら 50% ハゲます。そうかね。入ってなければ何してもハゲません。これを声大にして言いたいです。その脱毛ホルモン、テストステロンの話になりますけども、ジヒドロテストステロン、これにはですね、酵素がありました。 5α リダクターゼ、この酵素がテストステロンと組み合わさることによってこいつができます。でジヒドロは基本的にそのハゲを誘発させるホルモンなんで、うん、まあ AGA でよく治療薬のその薬があるんですけど、そこはこの 5α リダクターゼっていうところを阻害するものです、うん、で基本的にこれをやらない限りはマジで何やってもハゲます。まあプロペシアとか、うん、あの元々前立腺肥大の薬なんですけど、であとよくミノキシジルとか聞いたことないですか。リアップとかさ、あ、外付けのやつ、うん、外付けのやつでミノキシジルってのがあるんですけど、あれは発毛を促進させるものです。だから生えるは生えるんですけど、お風呂で例えると湯船の栓をしないで お湯をずっと入れてるのもんで、だから両方ダブルでやってるね、いっちゃってる人は両方やると治っていくし、もう生えてきたらミノキの方は切っちゃっても発毛サイクルが元に戻るんで、これ何が言いたいかっていうと、これを持ってる人はこれを飲むしかない。道はその持ってるのに、なんか高額なシャンプーとか、あの育毛サロン、アートネイチャーとかはめちゃくちゃお金が無駄っていうことですね。でこれをちょっと悩んでる人とかもお客さんにいるんで話してあげると、あ、じゃあこれ買っちゃえばいいよねっていう話、飲めばいいよねって話で、なんか AGA 治療って言うとこうお金がかかりそうなイメージあるかもしれないですけど、全然かかんないです。もう今巷で AGA クリニックってすごい増えてて、もう月3000円とかでできちゃうっていう。やった方がいいね。じゃあ絶対やった方がいいですよね。これはじゃあそのには副作用はないんですか。副作用はこれまたね、よく言う人いるんですよ、うん、あのなんか立たなくなるとか、うん、これね全くないとも言えないし、個人差があるってこと。そう、うん、なんでかっていうと、別に風邪薬でも副作用ってめっちゃ書いてあるじゃん、うん、なんかもう心肺停止とか、うん、ある人はあるけど、うん、ほぼないと思ってください、うんうん。これなんで皆さんこの副作用のことがキーワードとしてあるのかっていうと、対する育毛シャンプーとかのアフィリエイトっていうのか、押すとその報酬が入ってくる人たちがこれを下げるために飲んだらこう、でもシャンプーだったら副作用ないです。こっちが安く今安価になっちゃってるから、シャンプーとか売ってる人たちが焦ってるってことね。困っちゃうってことね。スカルプ D とかもともとこれはもう20年以上の歴史があって効果があるものだ、唯一あるものなんだけど、やっぱシャンプー売るためには。でも本当にそんな安くてこれでハゲが治るんだったら、もっと流行ってもいいはずだもんね。うん。これね、だって知らんけど、これ飲めばいいだけなんで。
これで、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、テストステロンから勉強してって、今この、ジヒドロテストステロンの界隈、ハゲから調べたわけじゃないですけど、世界一詳しいんで、もう何でもこう DM で。でもこれ、悩んでる人の市場すごいよ、多分。まあ、すごいよね。うん、ピナミ、ミノ、ピナステリド、ミノ、フィジル。これ、デュタステリドってのもあるんですけどね。いや、発音の問題じゃないの？違う違う、フィナステリドは、1型2型あって、2型にしか作用しないっていうのがあるんですよ。でももうこれさえ知ってれば、もう悩む時代じゃないんですよ。まあもちろんカツラを買う必要もないし。ね、これはさ、俺、地元の友達にいるからさ、ちょっとこれ、俺、ちょっと買うよ、俺。これだから。プレゼントでそいつにあげるわ。飲んでみっつって。山室。名前を。怒られるの。まあでも、プレゼントすれば。プレゼントすればね。そうですね。で、結果良ければ、すごい喜ばれるわけだから、うん、名前出しちゃったら怒られるかもしれない。誕生日プレゼント。これは P 入れなくていい。うん、でも、これって、もう、顔も出してくるかもしれない。めちゃくちゃ、自分で自信ある知識のものだから、満を持して言えるけど、うん、これネットで見て、あ、フィナステリド飲めばいいんだ。でも、って、もう一回、検索し直したら、絶対フィナステリドって入れたら、副作用、性欲減退、立たない、体毛濃くなのか、ずらーっと出てくるんですよ。これがもう、本当に商売、ね。もうこれでもう完結。これだから、誰さんだっけ？山室さん。プレゼントします。MF から。YouTube チャンネルから。はい、その代わり結果教えてね。贈呈しますんで。うん、贈呈します。で、副作用大丈夫ですんで。うん、あ、出てもらうから、そしたら、ね。で、その、今のビフォーの写真だけ。怒られるんだよね、やっぱね。送っといてください。で、半年後とか。半年後っつって。上じゃないんだよね。前線なのよ、上がってるのが。あ、こっち？まあでも、まあこっちもだけど、前線が特に上がってるんだけど。滑走路型？うん。いや、怒られるよ。デジタ型ね。いや、それ何型でもいいんだけど。でも、一つ注意点としては、やめればダメ、うん。で、また飲めばっていう感じなんで、もう飲むんだったらもう一生飲むしかないです。あ、もうハゲてもいいっていう年齢までは飲むしかないけど、まあそれしょうがない。もうこれファイバーアルファリダクターゼができる限りはもうハゲるんで、うん、だから結構迷信でオナニーするとハゲるとか、うん、エロいとハゲるとかなんかさ、うん、あれはもう完全にテストステロン先行の大きな勘違い。これ知らない人多いと思うんだ絶対。未だにスカルプ D とかさ、そうだよね。だって流行ってるもんね、うん、あれなんてもうただもうゴミですよ、あのシャンプーもう、水以下。あれのスカルプ D の会社、アンファーっていう会社でかなり儲けてますけど、スカルプ D のシャンプー代の90、まあ、ほんと 90% 近く広告費です、ただの。一番はああいう宮迫とかを使って。うん、で、宮迫のはピナステルで生えてるだけなんで。ピナを飲んでて、ああなったっていうだけで。まあ、あとミノキシジルも使ったのかな。だからもうこれをやってるだけなんですよ、生えた人は。ということで、今日は AGA、悩むなハゲということで、お伝えいたしました。もう悩まない、終わります。はい。フィナステリド。